今からですね、このタイヤレバーとこのタイヤ機、どっちが早くビートを外せるか、どっちが早くビートをはめれるかっていう検証をしたいと思います。はい、リアホイールとフロントホイール、全く同じホイールで全く同じタイヤを履いてます。一応ここ今ストップウォッチを設置しまして、今からタイヤキーとタイヤレバー両方使ってどっちが速いかっていう検証なんですけど、まず空気は両方とも完全に抜いてる状態で、ビートもこうやってもう揉んでる、どっちも揉んでまして、まあ今からタイヤレバー差し込んで外す状態ですね。でまず外す方のルールとしては、スタートしてから、まあ、片方側のリムを全部外した時点でストップウォッチを止めます。ではめる方は逆に一周外れた状態から完全にビートをはめるまで、そこまでをどっちが速いかっていう検証したいと思います。まあ、これは、まあ、チューブとか出してると無駄に動画が長くなっちゃうんで、そういうルールにします。ではそれではまずタイヤレバーから検証したいと思います。よーい、スタート。36秒。はい、続いてはタイヤ機いきたいと思います。よーい、スタート。19秒33。はい、先ほど説明したように今片方のビートが外れてる状態です。片方の外れたビートを元に戻すまでが次の勝負になります。それではやってみます。はい、こちらはタイヤレバー使わずにいつものやり方で手でやりたいと思います。じゃあ手でやる方、よーい、スタート。あんまパンク修理したことねえんだけど。15秒13。結構簡単に余っちゃった。15秒13。続いてタイヤキーを最後に使ってやるバージョン。よーい、スタート。32秒08。で次はですね、タイヤの個体差とかもあると思うので、今度は先ほどリア側がタイヤ機使ってた方なんですけど、リア側をタイヤレバーで外す、手ではめる、でフロント側をタイヤ機で外す、はめるっていうのをしたいと思います。
験が終わりました。タイヤキー対従来のタイヤレバーの対決いかがだったでしょうか。参考になりませんでしたね。これはですね、私がやるべきではなくて、まあ、やっぱりタイヤ交換したことないマミにやってもらうのが一番の実験動画でしたね。もう1年以上ロードバイク乗ってますんで、まあ、タイヤパンク修理も経験ありますし、新品タイヤでの交換も何回もやったことあるんです。ですので、まあ、コツが分かってるんですよね。まあ、そもそ もうタイヤレバーなしでも、もう多分私外すことができる、できますしね。なので、まあ、次回はですね、あのマミにこのタイヤレバーとタイヤキーを使ってもらってタイヤ交換してもらおうかなと思ってます。力が弱い女の子でも簡単にはめれるよっていう動画を作りたいと思ってます。すいません。なんか2回ですね、まあ検証したんですけど、これ何の検証だと思っちゃいましたね。自分で作ってて比較倒れですわ。あら、やってもだ。このタイヤキーを使った感想を私なりにちょっと述べたいと思います。まずですね、タイヤの着脱についてなんですけど、まあ、こっちの反対側 あのくぼみにビートを引っ掛けてこう回すってやり方は結構力いるんですよ。私結構力がある方なのですぐに行けたんですけど、まあ、それでもちょっと硬いので、あのタイヤの外す時っていうここの機能性で言うと、従来のタイヤレバー3本使った方がいいかなと、こっちの方に軍配が上がると思いました。これ正直な感想です。続いてタイヤをはめる方、これはですね、間違いなくこっちの方が力を、まあ、力をそんなに入れずにはめることができます。ただしちょっと思ったことを言うと、ここなんですけど、なかなかタイヤのビートにはまらないですよね。結構こうやってこうタイヤのビートを裏返しにするようなイメージで引っ張って引っ掛けて、この引っ掛けるまでが結構大変でした。大変というか引っ掛けるまでがコツはいると思います。ただ引っ掛けちゃえばあとはこうやって曲げるだけなので、こうやってテコの原理でこうビートをはめ込むだけなので、はめ込むのはあの手のひらでこう押すよりは全然楽です。かつこういう従来のタイヤレバーで無理無理押し込む方法もありますけど、それと比べるとこっちのタイヤキーの方が、チューブを傷めずにはめれるかなと思いました。もう一個言うと価格が高いですね。これは1800円くらいするんですね。に対してこちらって数百円レベルのタイヤレバーなんですけど、そう考えるとこれを買いますかっていう話なんですね。あの私の動画見てもらってこれを買いますかっていう話なんですね。なんかもう本当にタイヤの着脱が普段から新品タイヤでなくても苦労する方とか慣れてない方だと、これを持っとくのはすごいいいと思います。そういった方におすすめです。ロードバイク歴が長い人とかそういった方は別に必要ないと思いますよ。まあこれがもしですよ、これがもし1000円以下とかだったら私買いますわ。迷わず買ってこっちのタイヤレバーやめてこっちを常に持っていくようにしますよ。価格がね、一番購入に悩むところですよね。めったにパンクするわけじゃないですしね。あとは新品タイヤとかだけ交換するって方がいれば、ちょっとサイズでかいんですけど、タイヤペンチ、タイヤインストールってネットで検索してください。そうすると、まあ、これよりもうちょっと複雑化した構造のこういう同じような仕組みのやつですね、ただはめ込むだけの、ツールが販売されてます。でそれは1000円以下で買えるのでそっちを買った方がいいです。はい、次回は、マミにタイヤ交換をしてもらえる動画を作ります。ご視聴ありがとうございました。クラッチ、手のひらでやるやん。指より手のひらの方がいい。